皆さんこんにちは、そしてこんばんは。白州書道教室の中本です。今回は令和3年度の千字文大会小学校3年生の空国に声を伝える、この課題の書き方の解説します。どうぞご覧になってみてください。3年生の課題はこちらにありますように、空国に声を伝える、児玉は響く、この2行書きの課題ですね。これ参考点をよく見てますと、空国に声を伝えるというこちらの漢字の方は大きく、そしてこの意味を説明している児玉は響くという意味ですよという、この解説のこのひらがなの方は少しちっちゃめに書いてますので、皆さんも清書するときにそのようなところを気をつけて書きましょう。そしてあらかじめ皆さんの方に私の方から参考点を渡してますけれども、千字文大会に出展する皆さんには参考点を渡してますけれども、このようにですね、参考点私と参考点の真ん中にしっかり線を、中心線を引いてください。こちらもこれ中心にこう線を引きます。そしてこれが課題の本としますと、ここもですね、全体二行書き、これ名前入れるんですけども、皆さんにお渡ししている参考手本にも二行書きにお名前が入ったと思いますけど、その手本にですね、まずこのようにしっかり手本の中心を見分けてこう線を引いてみてください。そしてひらがなのここにもこうちゃんと線を引いて、児玉は響くと書いてましたでしょ。この線を入れる、ちゃんと入れて、でお名前のところにもちゃんと線を入れて、でこれを元にしてですね、で練習するときは私の手本を左に置いて、そして練習用紙を渡してますけど、この練習用紙をこれに重ねて、ここに今動画ですから見づらいと思いますけど、この中心の線が見えてますね。これを元にこう書いていくんですね。それぞれ今回ここですね、空国伝える声、これをちょっと解説しますね。まあ空っていいですけども、気をつけること、はい、一画目はこの中心線の上にこう書いてますね。そしてこの点画はこうしてこう止めるんですね。よく声に書く人がいますけど、これダメですよ。これ抜いてるでしょ。ここに書かないでくださいね。こうちゃんと見て、そしてトン先とトン先合わすようにちょっと隙間を開けて軽く沿って、でここに書きます。ここを書いた時ですね、少しこっち上がるように書きましょう。ここまで書けたらもうこの字は成功したようなもんですね。そしてこうして、これも軽い右やりのところから書き始めて、こうして、こう。ここもこう軽い右やりになるように。こう水平にしたらここはちょっと開くぐらい。そして A。上に反って。こうして。今度は下に反ります。この四角は、この、うかんもり、穴かんもりよりもこれ、短いですね。これが空っていう字の書き方ですね。次、谷っていう字を解説しましょう。谷っていう字も、例えばここでちょっと説明しますね。ここを中心とすると。この中心に対して左右対称に、こう書いて。そしてここから軽い右やり。真横じゃないんですね。軽い右やりのところに点を打ちます。そして、中心から書いて、スーッと長く。ちょっと入ってて。これはこういうふうに書かないことですね。こういうふうに書かない。ここのとこ気をつけてくださいね。そして口。口は注意しなくちゃいけません。こうして、トン先とトン先合わせて、こうして、下の方が少しこう細くなって、それ閉じるときにこういうふうに閉じてます。ここを見てください。こういうふうに書いちゃダメですよ。こういう角なんですね。縦角はちょっと出ることによって、この軽い右やりのリズムができています。はい、次。声って書きますね。あ、今度は伝える。空国に声を伝える。はい、次、人弁ですね。人弁は、こうして、こう書いて。
やっぱり少し懐があります。こういうふうに書かないでくださいね。こうしてここを揃えて書くのは×ですね。これがいいんですね。そして上の方は上に沿って、次はこう下に沿って、そしてカタカナのムーですね。ムーを書き終えた時に人面から見るとここは少し上がって、こういう右上がりのリズムを残すことですね。これがデンテージの美しい書き方です。デンテージはこう演してみるとこういうふうなイメージで書いてますね。はい、次いきます。次は声、声はですね、はい、一番長いのはこの最初の横画ですね。そしてだってこれは半分の声ですね。で次のこれよりもちょっとこれ上ほど広くなく、これほど短くなく、中間ぐらいの、ちょっとこう書いてます。そして最後はですね、ここの横をずっと下ろしたところよりも左側に飛び出してます。こういうの書いてますね。ですからこう見るとこれが一番長くて、これ短くてまた長い、中間の幅ですね。長い、短い、中間の長さですね。こういうふうに書いてます。あとそうですね、ひらがなのところはですね、こだまは響く、そうですね、ここで小さいひらがなは特に皆さん日頃頑張って書いてるからこれでいいと思います。こっていう字はこうして、下の方は少し大きく、このお手本は最初のこう、最初こう太の真横ぐらいにして、で次はちょっと大きく少し下がる、こういう形に書いてますね。あとはですね、気をつけるのは歯ですね。こだまはの歯、こう書いて、こう書いて、そしてここからこう、ここの歯はですね、こう、はい、下にとんがってます。そしてここからスッとこういう字書いてますね。こう書いた時にですね、ここは少し上がってる、よくないです。こう書いて、こう書いて。ここを揃えるのはよくないです。軽く、軽く右やりになるように書いてくださいね。以上、3年生の空国に声を伝える。こだまは響く。そして、私のお手本をよく見て、この名前も丁寧に書きましょう。お名前も作品です。丁寧に書いてください。以上、3年生の千字文大会の課題の解説でした。これで終わります。